中にはやっぱみんな何も入ってないよね。夢とか詰まってないんすか。皆さん、こんにちは。ただいまの愛のトーン時刻は2020年4月28日火曜日の午後5時14分です。今日は特にお知らせはありません。まだ火曜日ですから飛ばしすぎないよう、無理にないペースでお過ごしくださいね。それでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。遠目にサイルが見える感じめっちゃいいよね、なんか。もしもし、こちら、たぬき商店のまめきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、2392ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。やっほーまみーさん。あら、ごきげんよう、ダフン。話しに来たよ。こんなお天気が続くと、洗濯物の乾きが良くて助かりますよね、ダフン。マミーさん、あの、洗濯セットで洗濯してくれよる、ちゃんと。川辺に置いてるやつ。あ、なんか、電話ボックスの中ちゃんと電話が。すごいね。細かい。よ、元気いっぱいだな、でごわす。それは多分、近くを走ってるアンチョビの方じゃないかな。天気がいい日は心なしか、体の調子もいい気がするんだよな、でごわす。うんうん。まあ、そうじゃなくても健康そうやけどね。や、こんにちは、でし。お話ししよう。今日もアイナ島は平和だねーです。まあね。やっほー、楽しくやってる？あは。世間話でも。さっきね、モデルウォーキングの練習がてら、島をお散歩してたの。あは。それで、なんかさっきちょっと疲れとる感じやったよね。若干。見て見て、あれ公園にさ、何やったっけ、姉もね、黄色い姉もね、オレンジか。オレンジの姉もね、植えたんよ。あの周りになんかちょっと柵みたいなの欲しいよね。柵。なんか花壇みたいな感じでできんものかしら。なんか話しよるよ。何話しよん？モニカさんの将来の夢って何ですか？多分。そんなの決まってるじゃん。国民的アイドルになることだよ。そのために今めちゃくちゃ鍛えてるわけ、体を。片手で持っとるし、まあ片手で持てるか。テレビをつけたらいつでも出てる、みたいな。あは。モニカさんが国民的アイドルになったら嬉しいですけど、私なんて話しかけられなくなっちゃいますよね。そんなの寂しすぎます、ダフン。しょうがないよね、アイドルだったら。もうそんな顔しないでよ。サインあげるからさ。あは。もう今から。モニカさん、そんなすごいアイドルじゃなくて、島民的アイドルでよくないですか？それでも私から話しかけるのはちょっと遠慮しちゃいますけど。ちょっとマミーちゃん。あたいもう島民的アイドルなんだけど気がついてなかった？それなのにめちゃくちゃ話しかけてきてるよね。あは。あ、なんかちょっと落ち込んでる風に見えるよね、あれ。お、ヨガ中っすか。うん、お元気そうね、だってば。お話ししよう。私、Q はまだまだやりたいことが山積みなのよね、だってば。うんうん。で、それはヨガが終わってからするの？ふふ。はい、それじゃあ、たぬき商店。どうもー。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。これもきっと、なんかこれめっちゃ上品な感じせん？色的に。てか、これってさ、案内所にあるやつと一緒じゃない？違うんかな？ま、違うんかな？わからんけど。これは？これは結局また高価なんすかね。そちらの商品はアップライトピアノでございます。ます。なんかさ、うちの島って基本的になんか、白いものとか上品げなもの多くない？かわいいけど。はい、ご入、現品限り。5万3000ベル高いです。めちゃくちゃ高いです。じゃ、こっちの時計。そちらの商品は鳩時計でございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は3200ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいます。めっちゃかわいい。やったね。だってさ、なんか外にある、あれ何、何公衆電話。あれも白いのめっちゃ上品でいいなって思うよね。あ、アンチョビヤッホー。あれさっき、誰やっけ、あ、アイダホか。なるほど、なるほど。お邪魔します。あ、なんか作りよる。レシピ教えて。へへ、アイナか。今ちょうどいいとこなんだ、あの心。
忙しそうだね。え、聞いて驚け。おいら今、梨のクローゼットを作ってるところなんだ。筋トレしてたらビビッとひらめいてさ、いても立ってもいられなくなって、こうして作ってるとこなんだ。おいらの最高傑作、梨のクローゼットの作り方、お前も教えてほしいか？の心。教えて。でも多分それ梨がいるんよね。おう、ちゃんとメモしてるから、バッチリ教えてやれるぞ。まあでもレシピが増えるのは嬉しいことだ。てかこの部屋にね、あの置物だけ私は、馴染んでないと思うんだ。多分シリーズ的には一緒なんやろうけど。まあ、オイラでも簡単に作れるんだから、適当でも大丈夫だぞ。頑張ってくれ、なんかこら。適当？あ、これか。梨のクローゼット。ふんふん。梨のクローゼットのレシピを覚えた。レシピの覚え方が結構いろいろあっていいよね。ほら、梨が必要。梨を使って作る家具ってなんだ一体。しかも10個もいるやん。結構いるね。大きい剣ってことかな。中にはやっぱみんな何も入ってないよね。夢とか詰まってないんすか？さあ、それじゃあ、ライオネルおる？どうもどうも。寝てる。立ったまま寝てる。大丈夫か。ぐー、むにゃむにゃ。は、僕は何もしてないよ。って、あれ？よかった、夢か。せめて座って寝よ。何、そんなに疲れてたの？ライオネルのところはあんまり、収納という収納はない。島での暮らしに時計なんて必要ないのに、ついデジタルアラーム時計を飾ってしまうんだ、まさしく。僕は時間という呪縛から逃れられないのかもしれないね。やっぱ多分、最初の一つだけ何かしら反応があるんやね。うんうん。ってことで、毎回違うものに話しかけるというか、違うものを調べたら結構面白いかもしれんね。今度ジャグジーでも調べようかな。さあ、このライオネルにどんなご用かな？まさしく。おしゃべりしよう。アイナくん、君昨日は随分と精力的に活動していたそうだね。まさしく。僕もアイナでの一日はあっという間に過ぎてしまうよ。まるで魔法にかけられたように。まあ私は日々そんな感じだからね。思うんやけどさ、この島でこんな風におしゃれしてもなんかあんま意味ないような気がするんよね。まあ自己満足ってことで。立ったまま寝てるよ、ツンデラさんも。は？やだ、私寝ちゃってた？なんでか寝顔を見られるのって恥ずかしいわね、なのだわ。びっくりした、また寝たんかと思った今。おお、しまえた。このお部屋どうかしら？私なりにこだわってるつもりなの。好きなだけ見ていってね、なのだわ。うん、かわいいというか、上品でいいと思う、すごく。あ、これもイメチェンできるやつなんやね。ふんふん。今はやめとくわ。ね、それ窓開いてないよ。締め切られてるけど。あれなんや、引き出しは開けれんねやね、あれ。これなんやろ、楽譜かな。これを演奏するための楽譜ってこと？お、これは？今流れよる音楽と同じ音楽が奏でれよる？そういうこともない？なんかそんな感じなような気がしたけど違うかな。あれよね、ツンダロさんの家も初めて入ったね。なんか外見と全然違くない？外見私一番好きなんやけど、めっちゃ可愛い。水色とピンクの組み合わせとか最高やん。どうもー。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。来ました来ました。何これ可愛いかも。どうもー。私たち以前は別の場所で同じように仕立て屋を営んでいたんです。知ってる。アイナ村にいたね。そこは亡くなった両親が残してくれたお店だったんですけど、大人も旅に出てしまったし、馴染みの人たちもみんな新しいことにチャレンジし始めて、まあね、タヌキチもここに来たもんね。私たちも新しいスタートを切ってみてもいいんじゃないかって思っていたところだったんですよね。そんなわけで、このアイナ島に移ってきたんですよ。ここへ移ってきて正解やったね。賑やかで楽しいし、景色も綺麗やし、とってもいいとこやと思うわ。でも、あれは両親が残してくれた店は残しといた方が良かったんじゃないの？店自体は残っとんかな？
昔のお店が懐かしくなることもたまにあったりするんやけどね。そやね。あのお店も随分長くやってきて、私らの思い出が詰まってるもんね。そやけどあのお店にはいつでも帰れるようにしてあるし。あ、そうなんや、よかった。今はここでのお仕事を頑張らんとね。うん、そうやね。よーし、今日も頑張るで。ひぬちゃん、張り切り出したわ。昔のお店を懐かしく思う気持ちがあるっていうのはその通りなんですけどね。私はこの島に来てほんまに良かったと思ってるんですよ。なんかあれやね、集まりになって、まあ、仲良くなったのもあるけど、めっちゃ話長くない？試着室使えます。超長々と話してくれて個人的にはめっちゃ嬉しいけど、何がいいかな。このフラッパードレスとやらめっちゃオシャレじゃない？あ、でも身につけ、あ、でも黒い方はいいかも。それ以外はなんか微妙やね。パジチョゴリって何？チマチョゴリしか聞いたことないんやけど。うん、まあ、こんな感じで。オッケー。あら、素敵やよ。おおきに。もともと身につけてたものはお家の収納に送っておくわね。まあ、この格好もいいんやけど、前回の格好の方が爽やかではあった気がするね。なんかちょっと夏っぽい感じ。お。経済を回そう、ショッピング奨励キャンペーン。たぬきマール 200×2 ゲット。良きかな。なんか私、大してさ、アースデーのやつ、クリアできてないんやけど。おおきに、またどうぞ。あ、でね、前にさ、言いよった、お、なんかめっちゃどっか行きよる。桜島めっちゃどっか行きよんやけど。てか、遊具で遊びよるところも見てみたいんですけど、誰か遊んでよ。おー、びっくり。よ、元気かでごわす。お話ししよう。そういや、レックスが来てるらしいな。あいついつも気だるそうにしてるけど、虫を見る目は確かだぜ、でごわす。気だるそうにしてるの。知らんかった。あ、で、なんか、どこやったっけ？つねきちがさ、来とる場所、来とるというか、来る場所がさ、私、こっちじゃないか、向こうか。つねきちがやってくるまで全く知らん場所やったんやけど、あんな場所あるんや、みたいな。上から見たらわかりやすい。なんか、つねきちは、みんなの島のプライベートビーチのところに来るって聞いて、これ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 。こんな場所私初めて知ったんやけど。ほら。いや、なんか前にね、動画外で、めっちゃなんかこの辺からもくもく煙出るけどなんなんやろうって思ったら、なんかここに、常吉の船が来とった。でも結構なんかタイムライン上では気づいて、なんか、ね、個人的なベッド置いたりとか、いろいろしてる人もおったっぽくって、え、あれは？みんなあんな感じで隠されとん？それともわかりやすい場所に、プライベートビーチがある人も結構おったりするんかな。あんなん絶対気づかんくない？あ、これこれ。これはアネモネのやつ。早く咲かんかな。そして周りに咲くみたいなのもつけたいけど、とりあえず今は、この辺にもなんか欲しいような気がするけど、でも渡ってきてすぐに花っていうのもね、なんかいろいろと考えてしまうわ。まあもっともっと花を増やしていきましょうか、私。あ、水やりしてくれよるありがとう。これは咲いた瞬間からカウントされるん？植えただけじゃ別にカウントされんのかな？違う違う。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれだよね、他の住民の家の周りとかにも、ちょっと花を植えていきたいなとは思うよね。